結構男臭い感じでしたね、皆さん。そうやね、結構憧れちゃいましたね、あれなんか本当にちょっとマニアックな感じもしましたけど、いやもう、まあ、言ってみればね、オブロードズにしたってマニアックだから、そうやろ、まあ、僕ら聞き慣れたから。いや、ロガビリーというマニアックな、結局やっぱマニアックになってくるね。メンタンピンはどっちかというとやっぱグレートフルデッドというマニアやし、グレートフルデッドっていうのはそのリアルタイムの方からたちはどんな感じなんですか。やっぱりこう、だから僕らはその当時第一声というかポップスというか、いやもう全然全然違う、全然日本では知る人です知るで、もう僕が一回調べた時にグレートフルデッドの新作が80年代前かな、出た時に800枚しか売れてなかったからね。でも800枚しか売れてないけども、キャッシュボックスの観客動員というので常にアメリカのベスト3に入ってた。深夜も深夜ですね。だからそれぐらいね、アメリカの情報っていうのは実は日本にはそんな直では届いてない。だからブルース・スプリングスティンがボーインザ USA ツアーをやった時に、そのツアーの観客動員よりもグレートフルデッドの観客動員が多かった。すごいでしょ。すごい。あの当時のスプリングスティンのボーインザ USA ツアーっていうのはとてつもないツアーだったわけだから、観客動員は。それを全然日本では名前も知らないバンドが観客動員では上を行ってた。じゃあブルース・スプリングスティンの方が日本では知名度が100倍有名。でそれを中佐が目の当たりにして、これだっていう感じだったんですか。そうね、ドラムのお二人、やっぱグレートフルデッドっていうのはやっぱアメリカのいろんなトラディショナルフォーク全てをロックンロール、一つの形に作り上げた。やっぱアメリカ人にすると、アメリカの子供にしてもすごくデッドを聴けばアメリカの音楽が全部聴けるっていう、面白い存在。いや、それがやっぱ一つのビートルズ以降のその一つのロックの道筋をグレートフルデッドが作ったと。メンタンピンもそれくらいこう触発されて。そうやね、だからプロ的な要素じゃなしにアマチュアリズムでやることが実はプロを凌駕するというような発想を、まあ、アメリカから学んだんだけど、でもまたまた日本はそうはなってなくて、まあまあ商業主義的なところしか音楽は動かないというね。そうですよね、本当にそうですよね、とにかく並ぶんですかね。で、まあ、その辺のことを8月3日発売の北国新聞に、書いたんですけど。おうおう、長官ですか。長官でしょうね、分からんけど。杉さんの連載かな、サブタイトルがね、僕はロックボーカリストですという、よく北国新聞どうしたなと思う。また頑固なこと書いたんじゃないの。まあ結構書いた新聞も取り上げてくれましたか。いや、まあ、勝手に原稿書いて郵便で送ったから。でそのラグマワライドというバンド、あ、どんな曲をカバーしてたんですかね。だからミーターズとか、ミーターズ、まあまあニューオリンズのファンク、ニューオリンズのファンクがデュデュデュダッチ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 ダッダーとか、なんかそういうボトムのギター。いや本当にあの男が臭くてですね、かっこよかった。でね、でそれがうまいことを次の緊張感がオフローズにつながっていったと。それはありますね。そうかそうか。で最後がオフローズですか。まああのオフローズが出てきた瞬間ですね、当日なんかいきなりオフローズファンの人が黄色いポロシャツ着てたんですよ、ファンクラブ、いつの間にか作ってたタイプ。そういうこと大好きなんです。なんかね、20人ぐらい、ね、おったんです。そんなにですか。結構ですね。でオフロードが出てきた瞬間にもみんなわーって前に出てきて、もう最初からテンションが変わっちゃって。でまあボンは、はい、バイクで登場してきた。どうですか、バイクで登場してきたら。いや、かっこいいですけど、すごいなって感じですね。で俺のリクエストはバイクで登場してきて一回こけるっていうリクエスト出したんだけど、もし肩脱臼したら、ね、ギター弾けないから、こけてほしかったですけどね。じゃあ
それも見たかったですね、うん、かっこいいまま終わりましたもんね、うん、今回は、うん、なんかかっこいいライブ見せつけられた感じしました、うんうん、いやファンもいましたよ、うん、まあまあ反省会としてはでどうかな。ああそうですか。だいぶ長くなりました。本日なんですけど、いつの間にかもうなんかこんな時間しまいました。本日はしました。すいませんなんかちょっとクラシカルな、はい、あの堀一郎さんという、はいはい、市役所の方の昔から、うん、クラシックが好きで、で堀さんは中野峠、ミュージックラボのその係で非常にお世話になって屋根を直してくれたりオーディオルームをすごく手を加えてくれたり、やっぱ音楽好きな人で、あの堀さんのおかげですごくミュージックラボがあのちゃんとしてきて、うん、ものすごく世話になったんですよね堀さんに。本当やっぱちょこっとやっぱそういう市役所の人で熱心な人がいてくれて小松の音楽シーンは結構助かってるんですよ、うん、で今日はまあ堀さんにギターを弾いてくれませんか、はい、うん、で今回もあの僕の趣旨としてはやるだけのことはやると、はい、と公演でやっぱりクラシックギターを弾きたいで公演で今日はその後唱歌を、歌ってみたい、はい、うん、で22日は公演で、能楽を聴いてみたい、うん、まずそういうことをやってみたいと、はい、うん、でぼちぼち堀さんにつないで、堀さんのギターを少し聴きたいなと思うんですけど、はい、うん、